はい、皆さんこんにちは。今日は、SUNO AI 用の歌詞作成 GPT のテンプレートというのを昨日発表しました。このテンプレートは、一応ここにも書いてますようにチャット GPT の無料版でも使えるもちろん有料版でも使えます。ただし、有料版のプラス以上に加入している方は GPTs というのが使えますので それを使えたらさらさに便利なんですね。画面の中央ぐらいに左から「SnowAI 歌詞ビルダー」黄色のアイコンですねそして「SnowAI プロンプトジェネレーター」これはププロンプトをうまく作るためのものもです。そして「SnowAI 続きの歌詞専用ビルダー」といいまして2つ目と3つ目は組で使ってもらうのが一番いいんです。 一番先頭のセクションをその AI で作りましたら、その続きにちょうどいいような歌詞が出来上がる。それが一番右の紫のアイコン。この2つを上手に使い分けてもらうというものです。なんかだんだんややこしくなるんですが、黄色いアイコンの GPT 図と、 そしてその下にある「スノー a i 歌詞作成 GPT テンプレート」というのはほぼ同じような働きをするものと思ってください。ですから歌詞をを作りたいい人ははこののの黄色のアイコンンかもしくは下のテンプレートを使います今日はサムネイルにもありましたように GPT といえばチャット g p t これを思い出すんですけれども 皆さんはマイクロソフトの Bing とかを使うもしくはマイクロソフトにはブラウダーがありますそのブラウダーを使えばコパイロットという機能が使えますそれはこんな画面です最近になってこのコパイロットという名前で AI 関連は統一されましたマイクロソフトコパイロットというふうに覚えておいてください今までの ビングというような呼び方は最近は基本的には使わないそういう流れになってきていますですからこのコパイロットを今日は使ってお話をしますコパイロットのいいところは何せ無料で使えるということですそれもチャット GPT なら有料な GPT4 という優秀なエンジンを使えるということですので コパイロットでの回答というのは ChatGPT のプラスの回答とほぼほぼ同列なほどの能力があると思っていいと思いますですから今日はそのコパイロットを使って機能を作った ChatGPT フリーで使える SnowAI の歌詞作りをやってみようそういうことですでは実践に入ります 概要欄から僕のこのサイトに行ってください。概要欄にはこのホームページをこのように表示していますので、右下のスノー a i テンプレート、これをクリックしてページを切り替えてください。こんな画面が出てきます。そうしまして、ちょっと下がりましてですね、この処理概要というところから、ずっと下がってですね、もう最後まで。はい、ここまでですね。 選択をしまして、そしてコピーをします。コントロール c もしくは Mac の方は Cmd-C でも大丈夫です。これで記憶できました。慣れている方は、この Copilot の画面に直接行っていただいてもいいです。もしくは、このようにメモ帳、Windows の場合はこういうテキストエディターが最初から付いていて、多分皆さんも一度ぐらいは使ったことがあると思います。 ここにに貼りり付けをすす。ると、編集が便利になりますそのまま o パイロットに貼ったりしていると編集をしている時に Enter キーを押してですね勝手に命令がいってしまうということもありますのでこういうふうにメモ帳に一旦貼り付けるというのもいいと思いますしもうこのメモ帳を保存しておいてもらって僕のウェブサイトに行くんじゃなくって いつもこのテキストを呼び出してくれたら早いかもわかりませんね。そこらは皆さん上手に使ってください。ここで曲名を入れます。コメコメコメというこの3つのコメ印、アスタリスクとも言いますけれども、これを書き換えていきます。全部書き換える必要はありません。特に星印のところだけはちゃんと入れてください。 はい「夏のサーフボード」という曲を作るとしますジャンルはここで爽やかな、J、このようにですねジャンルだけじゃなくてどんななイメージかとといいいいうようよこもも書ててくれてもいいですそして前回の解説動画ではあまり細かくは入れなかったんですけれどもこの辺の全体概要なんかも今日はちょっと入れてみましょう。夏のサーフィンが 待ち遠しい歌詞にしたいというような全体の概要を書きましたそしてピアノ曲にしましょう BPM は少しゆっくりめ110ぐらいにしましてキーのスケールは E のメジャースケールこんなふうにしましょうそして 3番までの歌詞を作りましょう歌詞の視点というのは「男性」入れたいキーワードこれを並べてもいいですが、まあ、ここは今日は置いておきましょうそして英語がまだあっても OK にしておきますディレイコーラスは使う。ディレイコーラスって何かというと「爽やかだ」っていうような歌詞があったら「 爽やかだ爽やかだーみたいなそういうようなリピートするようなコーラスを使うか使わないかスノー AI ではこれを使いたいときはこうカッコで区切るといいという風になっています使うことにしましょうそして歌は男性のボーカル今回は案外いろんな指定をしましたでも先ほども申し上げましたように 星の部分2つだけをやって、あとは設定をしなかったら全部お任せということで勝手に考えてくれますので、タイトルとジャンルぐらいだけを入れて、あとは任してみるというやり方も一つだと思います。いいでしょうか。ここから下は何も入れたり触ったりすることもないし、また逆に触らないでほしいんです。 こうしまして全てを選択します。そしてコピーをします。これでメモ帳の作業は終了です。そしてコパイロットのプロンプトにこれを貼り付けてください。はい、このようにですね。そして右のところ、ここですね。送信ボタンを押しましょう。はい、このようにですね、エリアに囲んで書いてくれます。 はい、出来上がりました。先ほど「ディレイコーラス」というのを指定しましたから「夏のサーフボード」「サーフボード」というふうにこんな形でサーーフボードといいううのをうままくく繰りり返ししててて使ってくれたりしています。このようにできましたらこの「エリア」になってた場合はここで「コピー」というのが右カードでできるようになっていますのでこれでコピーをするといいでしょう。 そうしまして素の AI の方に来ますそして Make a Song これを押します有料課金する市内にかかわらず初めて使うときは ID の登録というのが必要です ID の登録といっても Google のアカウントなんかを持ってますとそれで簡単に登録ができるようになっています僕はサブスクリプションに入ってますので今あと残り1075クレジットが あるということになっていますねあと2日ぐらいでこのクレジットがリセットされてまた2500ぐらい使えるようになったりしますちょっとサブスクリプションだけ開けておきましょうサブスクリプションはこのように無料版とそして月8ドルの換算これは年払いですけれどもそれと月24ドルの2つのプランがあります僕は8ドルのプランに入っていますが まあ、作るのにには十分に使えますでもたくさん作りたいという方は右のプレミアープランこれを選択しないとたくさん作るというのは難しいかも分かりませんまあ月に5曲から10曲ぐらいの完成これを目指すなら十分8ドルぐらいで大丈夫だと思います。はい、話は元に戻りますクリエイト という左のボタンを押すとこのような画面になりますので歌詞を入れる時はこの「カスタムモード」というのを選択しますそしてこの「リリック」と書かれた歌詞のエリアに先ほどコピーしたデータを貼り付けます貼り付けますがこれって最初から最後までこのようになっていますですからこの「たくさん」ではどっちみち途中までしか行きませんので このようにバースーススコラだけ残ししししてて消ままいましょうそしてこのイントロインストゥルメントというのもあってもなくてもですね今のところはあまり影響がないというかなかなかうまくイントロを作ってくれない場合もありますので歌詞の部分だけにしておきますそしてもう一つ大事なのが一番最後に出ていますスタイルオブミュージックこれが重要です。 このリフレッシュ J-POP、爽やかな J-POP ということで、ピアノで BPM が110、男性シンガーで E メジャー、僕の指定した通りにうまく英語で表現してくれています。これをコピーします。そして、スノの方に来まして、ここのスタイルオブミュージックというところに貼り付けをしてください。このようにしますと、 概ねこの内容で音楽を作ってくれるということですそしてタイトルですけれどもタイトルもまあ自分で覚えてたら打つ方が早いですけれどもこのように夏のサーフボードこれをコピーしますそしてタイトルのところに貼り付けますタイトルも若干は意味がありますタイトルによって爽やかになったりとか夏らしくなったりとか そういうような音楽の傾向はあります。ただしスタイル・オブ・ミュージックほどの影響力はないと考えてくださいじゃあこのように歌詞の前半とスタイル・オブ・ミュージックタイトルを入れましたらクリエイトボタンを押してくださいはい2曲作ろうとしますだいたい450秒ぐらいかかりますのでちょっとここはショートカットさせていただきますはい。 出来上がりました。まず上側から聴いていただきましょうはいあまり歌詞表現がうまくいっていませんねちょっとこれはボツにしまして2つ目を聴いてみましょう。 「夏の風」 もうすでに海の上夏のサーフボードサーフボード海の音を聞きながら,聞きながら君はい こんなな感じで、で聞きながらのキーで終わりましたね。こういう場合はこの「君と一緒に波を」からつなぎ直すという方法とかもあるんですけれども今日の目的がこういうところの修正方法とかではありませんので僕の方で素の AI の長尺ものを作るための解説というのも ししててていいますののでそちららら方もも参考にしてもらいながら見てみてください o の a i は1セクション最大で1分20秒これだけではなくて一番右の3点メニューから「continue from d i s c l i p というのを選択しますとそれが左側の画面の一番下につきましてこの続きから同じような音楽の傾向で 後半を続けられる機能というのがこの continue from という機能ですですから1分20秒だけじゃなくって5分の曲も作れるというようになっています是非長尺もので完成度の高い音楽も挑戦してみてください今日の動画の目的というのは僕の作った GPT 用のテンプレート これでですねコパイロットを使って歌詞を作るというテストをやってみました皆さんもチャット GPT の3.5これの良さっていうのはスピードですスピードがとっても速く作れますその反面精度がちょっと劣るというような部分もやはり GPT3.5 といういバージョンですのでそういうことがあると思います でもスピードはめちゃくちゃ早いです。最後に速さだけをやってみましょう。先ほどのメモ帳からコピーをします。そうしまして、チャット GPT3.5 というのにします。そしてプロンプトに貼り付けします。そして送信します。はい、早いでしょう。はい、こんな感じに出来上がりました。 そういう面では、無料版のチャット g p t 三点五というのは、歌詞を作る程度でしたらとってもいいんですね。そして英語混じりもいいって書いてありますので、このように波の音、胸に響くメロディメロディが英語ですよね。そういうような英語混じり、時間を刻むリズム。こんな形で英語を混ぜてですね、歌詞を作ってくれたりしています。 なかなかこれも優秀ですが、チャット GPT を使わずですね、コパイロットを使っている方はですね、このコパイロットをやってみてください。今日は、その AI の歌詞を簡単に作れるテンプレート、これをコパイロットで使ったらどうなるか、そしてチャット GPT3.5 で使ったときとの比較をさせていただきました。ご視聴ありがとうございました。 まったねー。